名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対広島東洋カープ、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は左のロメロ、対するカープの先発は左の床田、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。左のロメロ、マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、トップバッターは西川。背番号63。第3球を投げた、打ちました。あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった。ピッチャー落下点に入りました。掴みました。これでワンアウト。ドラゴンズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で井領、第9球初球を打ちました。これはピッチャー真正面、アウト。スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして1対0、ドラゴンズまずは先制しています。カープ追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナー一塁という場面で磯村、第9球投げた、初球打った、抜いていった、ライトからサードへ。磯村、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。背番号33。第3球を投げた、おっとデッドボール。これはデッドボール。田中、背番号2。第5球投げました、低め、空振り三振。バッターはピッチャー床田。背番号23。第3球を投げました、流し打ち、どうだ。サードから一塁送球、高橋うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。ロメロ、ワンアウト満塁のピンチでしたが、後続はきっちり抑えました。2回の表が終わって1対0です。カープ追う展開で迎える3回です。ノーアウトランナー一塁という場面で堂林、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。一塁タッチセーフ。もう一度一塁牽制球です。ファーストから二塁送球、タッチしてアウト。ワンアウトランナー一塁という場面で長野、最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。投球これから4球目、打ちました、ピッチャーライナー真正面。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、打った、センターへの打球、センター前ヒット、アウト、タッチアウト。ロメロ、最後はバックに助けられました。ドラゴンズリードで迎える4回です。ノーアウトランナー一塁という場面で井領、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。初球ストライクから外角低め、ボール、投げました、ボール。第4球は打ったに当たりだ、ダイレクトフェンスに当たった、センターからセカンドへ。医療もツーベースヒット。さあ、チャンスを広げました。6回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは医療、投げました、内角低め見送ってストライク。まずは見送りました、投げた、見送ってボール。第3球を投げた、縦のスライダー、ボール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、センター交代、ヒット。ボールが点々と転がっている、ボールは中継。医療ツーベースヒットを放ちました。これで今日は3打数。ドラゴンズリードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で医療、今日はここまで3打数2安打。第2球投げた、打ちました、いい当たり、ワンバウンドヒット。一塁ランナー三塁へ向かう。医療、いいバッティングを見せました。さあ、チャンスを広げました。ドラゴンズここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で松山、打ちました、阿部掴んだ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。ドラゴンズダブルプレーでピンチをしのいでいます。8回の表が終わって5対3です。カ
何としても得点を挙げたい9回です。バッターは田中。ドラゴンズここはなんと初球を打ったセンターへのフライだ。センター取りました。ゲームセット。ドラゴンズ2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。